ていうのは非常に強いということは分かるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこの試合でそのあたりが、分かるかもしれません。さあそれでは見ていきましょう。 LJL2020 スプリングスプリットデイ5マッチ2ゲーム1、福岡ソフトバンクホークスゲーム VS アクシズクレストスタートです。ルーのところでは特に違和感はなさそうですかね。もうフリートフットワークを持つアジールも本当に一般的になりましたね。見慣れてきましたね。さあエビのフィッシングポイントはここのようですね。そうですね、まあ武士のところではない。さあしっかり1ゴールドを5つずつ稼いでいってということですけど、アイテムの選択どういうサポートアイテムになってますけど大丈夫ですか。これ 14.2 ですよ。おや、しかも打ったけど、いやこれはこれはやってしまった。ちょっとコミュニケーションのところでミスがありましたが、ちょっとサポートアイテムを買うプレイヤーが、ちょっとどっちが買うのどっちが買うのっていうところで両方買っちゃったっていう。いやこれはこれかなり痛いですよ。本当にまずい、うん、本当にまずいです。ローチラスの体力が本当に少ない状態でやらなきゃいけなくなりましたからね。トランシールド序盤非常に強力なアイテムですから、はい、まあ、そもそも 14.1B だったとしても、うん、ドランシールドドランブレードでスタートするので、そうなんですよ。そうなんですよ。でリコールして、そうです、そうです、まあ、買うかどうかの選択をするっていう、まあ、完全にミスになりましたよね。そうでしたね。今回アイノはテレポートを選択しています。いやこれはちょっとまずいですよ。単純にゴールドも失ってますからね、はい。いやただまあ、ただまあなんとか、はい、なんとかレイのコントロールはレベル1で失わずに取ることができました。ソウルのプレッシャーもあってっていうところですね。突然でも早くも、いやこの距離の取り方、叩くの入れ方、エビのスペーシングが勝ってるっていうことですね。ジャブのスタートだけで見ると、はい、お互いにトップが振り切るからボットレーンサイドへっていうことにはなるので、まあボットレーンの主導権はどう取れるかっていうところに結構重点を入れてきてるなっていう印象ありますよね。まあこのセナノーチ VS ルシアンミリオのところもやっぱり、まあ、ドランシールドドランブレードの時からそうでしたけど、はい、まずファーストリコールまでのところを安定させなきゃいけないっていうところで、ちょっとお互いに元カバー入れたいんですよね。さあ家臣がカウンタージャングルの動きですが、フォレスルート取りは先にクルグを勝ってからレッドワーフ、さあこれは接敵する形になるが、スマイト勝負は家臣が勝ちました。スティール成功です。ここ勝ったの大きいですね。レッドバフない状態で張り合っていくのはかなりリスクが高いので、フォレストとしてもトップ側のカニのコントロールをせざるを得ない。ちょっとボット側にいいリソースが割けない分、ルシアミリオはちょっと圧迫されるようなレーニングになりますね。しかも自然な流れでこれノーチラスがリコールタイミング作れたっていうこともあって、はい、ドランシールド購入できましたね。そうですね、ただ本来はこのドランシールド最初からあったんですよ。それはちょっと、はい、言わないお約束、言わない約束でいきましょう。さあノーチラスリコールタイミングということもあって、まあ、福岡ソフトバンクチームが徐々にボットレーンのコントロール取り返しつつあるところ、アイノ戻ってからのマーブルにフックを入れていきます。さあ体力を削ることに成功。逆に SHG としてはミッドレーンにガンク入れていった3つの状況を回復しようというような動きでしたね。確かにマナ状況も少し厳しいですかね、うん、まあやはりカルマというチャンピオンの性能上序盤は非常に強力ですから、アジールはなんとかしてフリートフットワークで耐えながらレーニングを押し込んでいかなきゃいけないということになりますからね。さあまだこのボットレーンはマーブル、そしてビッサはリコールできてないですから、まあ、その分だけアイノが一度リコールしてドランシールドを購入できている分だけかなり良さそうですね。まあ、さらにはノーチラスのダブルのシールドとセナの Q の回復があるので、はい、序盤のルシアンミリオだとね、なかなかダメージ足りないんですよね。おっと家臣はウィードグラブを借りてきますね。これでレベル5を目指すということですね。最近はもうこのジャングルブルートが鉄板になってきましたね。うん、
ルクリアした後に2キャンプ勝ってボイドグラブを取ってレベル5になる。はい、1つだけ勝って、はい、お、ただ2つ目も借り始めましたね。それともミッドの状況がいい、はい、さらにはトップレーンのエビもマナがないぞというのをチームで共有できているので、うん、ここは仕掛けてこないだろうということですよね。さあ2つ目も獲得、もうこれは3つ目スマイト使って取りますね。さあ1周目のボイドグラブアクシズクレストを3体獲得です。このタイミングですっと抑えられましたし、なおかつミッドの主導権もそんなにロストしてない、でボットレーンのリコール状況も悪くないっていう中なので、カウンターでドラゴンを、狙われるっていうケースに対してもアクシズクレストとしては対抗できるというのが強いですね。やはりカルマ、セナカルマだとレッドゲームのダメージっていう部分では押し込まれてしまいがちなので、ちょっと序盤からアクシズクレストとしては攻め立てたいぞというのはありそうですね。さあ、今回ソフトバンクホークスゲーミングもフォレストがボットレーンに寄っていって、ちょっとドレイク前を意識する動きになってます。まあ、ここからはとにかくお互いのジャングラーがどのようにしてドレイクにタッチしていくかなんですけど、一旦ミッドの状況を回復したいというのが SH の狙いですね。さあフォレストミッドレーン狙ってますが、ユージもかなり低めのポジションを取り続けてますね。ミッドレーン狙われているということで気づいていそうです。さあアクシズクレストカウンターボットレーン、ただこちらも福岡ソフトバンクホークスゲーミング、マーブルビスタが警戒しています。ただこれで先にトップサイド行ったのが分かってますから、はい、ドラゴンはアクシズクレスト取れますよね。そうですよね、ミッドを横断してトップサイド流れていってますから、これはフリーでのドレイク獲得になりそうだ。アクシズクレスト、もちろんレッドバフのカウンタージャンクって許してしまいますけど、はい、マカシンとしてはそこまでにつけたファームさんっていうところがあるので、取られたとしてもそこまで大きな問題にはならない。むしろドラゴンのスタックを稼いでいって序盤からスノーボールすることがアクシズクレストの狙いですから、悪くない選択というか、むしろアクシズクレストとしては振りで取れてよかったなっていうところではありますよね。ですからちょっと意外ですよね、このトップサイドに流れてファームを優先するような動きっていうのは。そうですね、なんかもうちょっとボットサイドでプレッシャーかけ返すかなとも思っていただけに、ここはすんなり渡したなというような印象ですね。さあ、ワシダイがワードをあっとクルグに置いたが、その戻り際待っているぞフォレスト。さあ4サッカー待って永久凍土、ただ切り開く猛進からオールアウト、タワー下に入っている、タワーのダメージが一発向いたが、ただこれはフォレストブリンクアウトができます。アルティメットを使わせましたフォレスト。ここで使わせることによってレーン状況ワシダイ最悪の状況ですから、そうですね、ウェーブが中途半端な位置で止まってます。はい、なのでこれでトップレーン圧倒的に勝ってもらおうよっていうようなフォレストの狙いでしたね。ここまでのところは次第うまく耐えてますね。そうですね、ファームも差がないですし、ここからちょっと開いていく可能性はありますが、このフォレストの動きがどう出るかですよね。カシンはカウンタージャングルを成功させています。レッドはスティール成功。今のところはね、本当にアクシズクレストの効果やりたいようにできてるなという印象があるので、政治陣としてはちょっとアジールの通過であったりとか、ルシアの通過であったりとかをゆっくり見ていくような、そういうイメージになりそうですかね。いや、ボットレーンもスタートこそちょっとアクシズクレスト、まあ、ヒヤッとしましたけどね。ヒヤッとしましたけれども、はい、かなり順調にタワープレートの獲得も合わせてできてますね。セナももうすでに40スタック超えて、はい、45スタックぐらい稼げているので、本当に順調にスケールしようというような狙いができてますね。そしてトップレーンもあれだけ絶望的なウェブ状況でもあったんですけど、はい、CS 食らいついてますね。差はほとんどありません、トップレーン。逆にミッドレーンのところで友情がちょっと例の主導権、さらにはジャングルに寄っていく動きっていうのを意識しているのか、ちょっと CS の差が、はい、ダッシャーに軍配が上がっているという状況ですね。さあ、ボイドグラブを先に始めたのは福岡ソフトバンクホークスゲーミング、まずは1つ獲得。ただワシダイもトップサイドから降りてきているが、ここで集団センターグレーシャルプリズンでソウルの動きを止めています。さあ横から2超走者、ソウルはフラッシュアウトを選択している。ワシダイ切り開く猛進、おっと、ただそこに噛み合う形で怒り投げフック、あ、入って1キル獲得。アクシズクレスト、さあエビの体力はありません。
ビスタはフラッシュアウト選択だ。ここでいった、ダッシャーが反転だ。皇帝の分されで家臣を打ち取る。ただこれはダッシャーは孤立して逃げることができません。トレードになります。11トレード。ここはちょっと合わせ切ることが SHG 全体としてはできませんでしたね。むしろアクシズクレスト側は仕掛けられたタイミングに対してしっかりとその仕掛けてきた対象に対してフォーカスを合わせ切ることができたと、はい、いうことで、ただうまく対処したように見えますね。フォレストと合わせてリーチトレードですか。そうですね、はい、プレイシャルプレスを当てたところから集団戦が始まりましたが、そうでヒヤッとしましたけどね、ギリギリ残りましたね。そしてなんかこうスキルが噛み合って、はい、うまく手前に持ってこれなかったっていうのはあったんですけど、結果的にはなんかこうセナのアルティメットの圏内に入ったことによってうまくなりました、うまいことになりましたね、はい、ダッシャーがなんとか1キル回収しましたが、そのダッシャーもしっかりアクシズプレスが抑えて2ショレードと、うん、そしてボイドクラブも5体取れたということですから、ボイドマイトが召喚されるのでかなり強力ですね、はい、やはりこういうことがあるので、うん、SHG としては、序盤からファイトするのは避けようということで、相手の攻めてくるところではあえて戦わなかったということだったようですが、そこに来てちょっと戦ってしまったので有利を取られてしまいましたね、はい、となるとどうでしょうね、次のドラゴンに関しても、はい、SHG としては、まだ戦う時間ではないよということで諦める可能性もありますね。さあ30秒後に迫ってます。逆に言えばトップレーンのところで勝てる状況っていうのを作っておけば、自分たちが強い時間帯に1対1のサイドプッシュのところで必ず勝ってくれるので、はい、そこを生かしにかかる可能性というのもありますね、うんうん、ただ現状だともうドラゴンを SHG としてはかなり見てますね。ボットサイドに位置してますね、フォレスト。バブルのクラーケンスレイヤーができたので、はい、ダメージ間に合うよということですかね。さあどうしますか。ただアクシズクレストもボットレーンはかなり意識して動いてます。カシンがこの位置、さあここ伸ばしてアイド、あとただ壁を引っ掛けて前に出てしまった。ここにテレポート、フレイシャルプリズムの合わせの反転は福岡ソフトバンクホークスゲーミング。まずはアイドを打ち取った。そしてカシンを続けて狙っていく。三日月装置でダメージをカットしながらソウルが横からダメージを出してはいるものの、まだ体力は残っています。福岡ソフトバンクホークスゲーミング。おっとただバーストダメージ、ユージオのバーストと合わせて一気に削ってダッシャーを打ち取っていくのはアクシズクレスト。そしてビスタが捕まった。2キル返したのはアクシズクレスト。21トレードです。ソウルのポジショニングが絶妙でしたね。ここのところで、狙いに行っていいのかどうかっていうのを SHG 全体として定めきれなかったっていうのとプラス、はい、ユージオのマントラ Q のバーストとソウルの Q のバーストでアジエルが一瞬で落とされたっていうのがちょっとびっくりするぐらいダメージ出ましたね。 SHG からすると想定外でしたね。いや最初アクシズクレストのスタートは最悪でしたけどね。これプレイヤーを狙ったフックが壁に届いてしまって、はい、っていうところでしたよね。誤って突撃してしまったことによって後攻ですね、何もカウンターすることができずに倒されてしまったっていうのがあったんですよね。まあ、ただここに、グレシャルプリズムを使ってしまったっていうことと、家臣がその間にビスタを削っておいたというのもあって、ソウルに対して狙いに行けるプレイヤーがいなかったのと、このバーストこれで一気に戦えなくなりましたね。さあここもアクシズクレストが集団戦を勝利したことでドレイクの獲得にもつなげています。さらにですよ、はい、これヘラルドファイトに関してもアクシズクレスト5人で寄ってくると、マリグナンス完成、ヨウムの霊剣完成、フローズンハード完成、サンダードスカイ完成、ホロレディアンス完成ということで、今非常にアクセスクレスが強いタイミングになってますね。ちょっと戦いづらいですが、それでも先に始めたのは SHG、ちょっと怖いですけどね。プラスゴンも使って一気に寄せてきた。ヘラルドをラッシュする狙いだ。いやただアクセスクレスもここは狙っていくぞ。スマイト勝負、勝ったのは SHG。 さあここから集団戦になっていくか。スネアがフォレストに入ってますが、ちょっと距離を取りながらアクシズクレストとしては状況を見ています。グレーシャルプレスに投げ込んでユージオに3が入ってますが距離がある。ウルトラメガファイアーキック、アイノを飛ばしたカシンがいった。兵器進速、そして三日月装置バクラー発射でダッシャーを捉えたのはアクシズクレスト。ユージオがキル獲得。ヘラルドを取ったんですけど瞳回収できませんでしたね。
さあということで、まあ、結果的には1キル獲得はアクシズクレストで終わりますが、おっとそしてマーブルが打ち取られてます。本当ですね。何が起きた。ソウルすごい位置にいましたけど、すごい位置にいましたね。ラ相手のラプターブッシュですかね。そこから出てきたように見えました。ピットのアウタータワーの破壊までこれがつながります。このヘラルドファイト、アクシズクレスト圧倒的に得しましたね。やはりマリグナウス完成というのが大きかったですね。セジワニがまだこうアーマーしか詰めていない状況で、ああここのリプレイですね。ああなるほど、ここからかなり追ってったってことですね。あーそこまで、これがヒルライン、トップサイドからでしたね。そしてあこれもセカンド、あ先ほどちょっとアイテム忘れてたんですけど、コズミックドライブでしたね、はい、ああそうですね、はい、コズミックドライブまでこれが強いんですよね。いければという、いやただ先ほど そのソウルのキルを見てもかなりこの背中ダメージ出ますね。出ますね。今回は相手にフロントライン多いっていうこともあって、はい、ドミニクセカンドダッシュしてますし、ブラッドソングナフォスされたものの、まだまだ背中であれば強力だよというところでもありますしね。さあドレイクアップまで2分も切ってます。アクシズクレスト、ここまで2つドレイクスタックを獲得できていますから、これが素直に取れるのであれば、うん、ドラゴンソウルに早くもリーチをかけると。そうですね、しかも順調にねやっぱり勝てているので、はい、アイテム面で見てもこの不利がない、うん、そして SHC 側もキルが取れているわけではないので、やっぱり通過は欲しいっていう中でまだワンコア止まりなプレイヤーが多いということもありますから、SHG ここのドラゴンどう判断するかですね。確実に勝つということであればここは一旦見送る判断もありではあるんですが、だそうするとドラゴンソウルのプレッシャーが当然かかりますから、はい、かなり怖いですよね。これカサンテがね、まあ、タイミング見るだけだったらもうちょっとアーマー積んだ方がいいんですけど、はい、ホロレディアンスでこの時間帯にダメージが出てくるであろう、まあ、アジールだったりとかっていうところの対策をしっかりとできているので、そこもプラスでアクシズクレスト側の方がちょっと有利に働きそうですよね。さあ50秒も切りました。ブレイクアップまで50秒切りました。さあちょっと SHG としてもボットサイドは入りづらそうにしてますね。なので、まあ、この動きから見てもちょっと SHG はトップサイド有利作っておいて、エビがゴールドを稼げるような状況、まあ、さらにはルシアの通行が間に合う状況っていうまで待ちたいってことだと思いますね。トップサイドを重点的に、ただワシダイもいい対処を見せています。プレートスチルキャップも完成したということもあって、さあ上げたからエビがもらいましたが、反転だ。ここにフォレストやってくる。永久凍土のスタックは溜まっているが、スタンタイミングなしの切り開く猛進、オールアウト。これで逃げ切ったかに思ったんですが、エビがフラッシュから追撃を判断して抑えます。ここはまあドラゴンタイミングで、まあ、自分が狙われたとしても、まあ、ドラゴン、まあ、いけるだろうということで強気に入っていったんですけど、まあ、ここはちょっと前に出過ぎない方が良かったシーンではありましたね。結果トレードに SHG としては持っていくことができた、はい。まあ、SHG は肌からドラゴンを捨てて、はい、狙いはトップサイドでゴールドを回収するというところでしたからね。押し込む、おビースターが落ちてられる。おっと、ただエビがやってきているぞ。さあリープストライクからソウルへと入っていく。一応走者のダメージではソウルはデッドしないが、リープストライクが上がってエビがキル回収。さあそしてユージオがマーブルの体力を削ってるが、マーブルうまく下に体を寄せて逃げ切っています。ワシダイがテレポートを返してくるものの、ブラストコーンで逃げ切ったマーブル。いやこのキルトレード勝ちますか。とそしてエビ、アイノのフックを超えてまだ前に出る。めちゃめちゃ強気ですね。回り込んで家臣を見つけた。さあビスタの助けもある。カウンターストライク、スタンが入った。ウェポングランドマスター展開して、エビがキリングスプリー。ここまで見えていたか。テレポートから一気に、いや寄りですか、はい、寄って回収ですね。あ最初のファントラキューダメ出すぎですね、ちょっと、うん、ビスタが倒されたんですけど、その後エビが歩いて寄ってきてしっかりキル回収したと。さ
さらにはここからのフォレストの動きも良かったですね。カルマの球に対してフラッシュで受けて、この反応ヒルドレード圧倒的有利。ホットのタワー下では友情が皇帝の分されもらってタワーダイブ成功 SHG。 やはりというあれよという場にあれだけゴールドさん離れていたんですけど、イーブンまで戻しましたよ。戻しましたね。これタワー獲得すれば逆転じゃないですか。逆転になりますね。レッドチームのタワーが逆転。ただミッドのインナーターもアクシスクレストがカウンターで取り返しているので、ただまあプッシュ状況的にはバジルがインナータワーまで狙っていってもおかしくない状況なので、いやこれ SHG の方がいいトレードですよね。いやエビが強いぞ。いやーカサンデの Q に全く当たらない、当たらない。おっとただちょっとフォレストがテレポートされて危なかったんですが逃げ切ってます。しかしダッシャーは逃げ切れないか。魂の効果いいダメージだ。フックも入ってこれはどうしようもない。アクシズクレストサイドでのキャッチを決めます。1キル獲得です。イナタワーまで狙いに来たところをキャッチするという判断でしたね。そしてアウタータワーはアイノのテレポートで守ってます。ただここまでのゴールドを取りに行く SHG の動きによって、まあ自陣のタワーもなんか破壊はされましたけど、アジールの2コア、ルシアの2コア、キャリーラインの2コア間に合いましたよ。なので次のドレイクファイトはしっかり SHG としても戦える準備ができたということになりますね。これアクシズクレストとしてはただその相手がファーストパイクは間に合ったという状況ではありますが、戦っていくべきなんですか。まあ、戦うしかないですね。ここからどんどんやっぱりルシアン、アジル、ジャックスとスケールしていく中で、セナだけだとダメージが足りなくなる危険性が高いですから、ここが勝負時と見てると思います。まあ、インファーナルソウルを獲得できればそのちょっとダメージの問題というところもかなりね解決できそうですからね。そうですね。さあドレイクアッパーで2分を切って、まあ、たまにちょっとこのミッドのプッシュのコントロールは取っておきたいところですが、そうなるとちょっとこのミッドのアタッカーを破壊している分だけアクシズクレストが良さそうですね。ただですね、はい、SHG が人数かけるとやっぱり純粋な当たり合いで SHG が勝っていく可能性が高いですから、マシンが兵器進速強気に返していく。 いいプレッシャーですね。優柔の魂の豪華のダメージフォレスト相手にもかなり届いてますね。さあ太陽の円盤ダッシャーミッドのアウタータワー跡地に打ち立てます。これでなんとかプレッシャー返していけると、カルマのマントラ級が入れば、はい、アクシズクレストもプレッシャーかけ返せますね。これが当たらないと逆に SHG としては3つの主導権を取り返せますから、ここから友情のスキルショットが重要になってきますね。残り1分です。はい、SHG としては一旦体力状況相手の状況を整えるためにリコールして、ここから連動リセットを狙いに行く、ジャングルの中に入っていくということになるはずです。ブルーチームのタワーボットのプッシュをエビが行っていたので、ボット側からリバーに侵入することはできそうです、SHG。ミッドの主導権は諦めてということですか。アクシズクレストは素直にミッドを押してから、リバーの方へと出ていく。一度、友情がボットのプッシュに当たりました。フォレストとビスター、姿を隠しながら、さあ、ここでリバーに出ていって、ワードを発見します。ただ、エビの裏取りの動きというのを生かすなら、はい、エビをミッドに送るべきではあるんですが、このままの状況だと、単純に正面からの5対5を狙うということになりますね。さあトップのプッシュを行っていたワシダイをテレポートでこのタイミング寄せていきます。アクシズクレスト、マシン先頭強気に入っていく。ヘイク進速、そして三日月総集三層撃ノックアップはマーブレに入っているが、フォレストがボディーブロックを間に割って入った。さあワシダイはキリラク帽子を使って距離を取っている。エビが裏から入ってきていますがリープストライク、これで一度仕切り直し。再びエビが戻ってくる。リープストライク入っていった対象はワシダイ、永久凍土のスタッカー溜まったが射程圏内ではないか。アイノのフック反転だ。バックライン発射ノックアップ、フォレスにフォーカス集めてアクシズクレスト、友情が1キル獲得。さあエビがバックラインの飛び込みを見せる。カウンターストライクはギリギリソウル避けてシャットダウン獲得。アクシズクレスト過信2キル獲得。アクシズクレスト、さあこのドラゴンソウルはアクシズクレスト取れるんじゃないか。5対3、人数有利をもってアクシズクレストがインファーナルソウル獲得。いやここアクシズクレストとしては冷静に対処しましたね。もう相手の割り当てを見てバックラインに5に飛び込んでくるプレイヤーがいないぞということで判断して、正面からの5対5を集中して狙いに行った。でセナの W が当たったセチャニを見て一度ウィン、
綺麗でしたね。さあバロンを始められる。エビの復活まではまだ時間があります。5秒。バロンの体力は半分切った。インファーナルもあるんでめちゃくちゃバロン早い。わしらの体力こそ減ってますがバロンラッシュは続ける。アクシスクレスト取り切った。バロンラッシュ成功。さあエビがテレポートからやってきてダッシャーがコートルブーサーで飛ばしていきますが、そのダッシャーをきっちりと落ちていくアクシスクレストだ。ただ今度はマーブルがフリーだぞ。そこに対してカシンが入っていく。フォレストそしてエビでバックライト入っていくんですが、エビのフォーカスをきっちり返してアクシスクレストキルトレードに持ち込んだ。さあここからさらにアイノがフックで返していく。フォレストにスネアが決まっているぞ。反撃のエッドもノックアップを決めてアクシスクレストが3キル獲得。サンディートレード、バロン獲得から集団戦も勝ちます。あの工程の分差で決まってよくこの集団戦返しましたね。和紙台のノックアップとあとはソウルがきっちりフリーでダメージ出していたというのが効きましたね。さあリプレイです。いやちょっとあわやというシーンだったはずなんですが冷静でした。アクシズクレスト冷静でしたね。ここから下がっていくっていうところの中でこのダッシャーの攻撃の分散なんですけど、まずはソウルがそれに反応してきっちりと距離を取れたということと、飛び込んできたエビに対してもワシネの対処が完璧で、なおかつエビのこのブリンク先を読んできっちりノックアップ入れている。いやこれはどうしようもないですね。アクシズクレスト見事。いやこれで一気にアクシズクレスト有利になってきました。インファーナルソウルに続けてバロン獲得、グローバルゴールド有利も発生しています。もうこのままヒットボットで、はい、プッシュしてプレッシャーかけて、まあ、バロンゴールが終わるまではね、エッドドローバーは開かないんですけど、ボットのインナーターンは守っていくんですが、フォレストの対処もすごいダメージだ。バックライン発射に合わせたドーニングシャドウ、最後はユージュが締めていく。さあ続けてダッシャーも捉えていくのはアクシズクレストだ。ダブルキル獲得。ボットのインナーターンも割れていきます。2人いないぞ。フォレストダッシャーの復活まではかなり時間がある。エビを寄せて守りたい福岡ソフトバンクホークスゲーミング。ボットのインヒビタータワーした。魂の豪華なダメージがマーブルに入った。体力が半分もうなくなったぞ。いやこのユージオの魂の豪華が福岡ソフトバンクホークスゲーミングを焼き尽くしています。ミッドのインヒビターも割れてますから、これでツインヒビターダウンですね。エンドはどうだ。ギリギリ防げますか。フォレストが復活してきますね。アジールも残り10秒。いったエビリープストライク。やたらソウルはギリギリ逃げ切って、エビもリープストライク、なんとか逃げ切れそうですが、切り直しですか。アクシズクレスト引いていく。福岡ソフトバンクホークスゲーミングも判定の機会を伺ってますが、十分な距離が取れています。ここでリコール、一旦仕切り直しになりますね。いやこのインファナルソウル取ってからの畳みかけがアクシズクレスト見事ですね、はい、ちょっと SHG からしても立て続けに仕掛けられてしまっているので、自分たちのペースでこう知らせできないというような状況になってますね。ここもでしたか。まあマストラ級、あとはソウルのダメージっていうのもあって、いや正常にが一瞬で削られる。そして裏から入ってきたカシンにプレッシャーかけられて、アジルもどうしようもなくなったと。今本当にこのクルダン積んでいくと、もうマントラ級の回転率も非常に速い。もう5秒に1回ぐらいは打てるのでこれがね強いんですよね。ただ SHG も待ってる。罠を張る、罠を仕掛ける。いやこれを決められればまだチャンスはありそうだ。アクシズクレストもね不要にそっちにやると思うんですよね。警戒しますよ。さあ一旦フォレストの飛び込みだ。スタンを入れて、さあエビが合わせる。ここはソウルをついに落とした。1位ストレートになっている。さあビースタン続けて狙っていくのはカシン。これも取っていくのはカシンだ。コーテルブサレでカシンを弾き飛ばしながらエビがその間に捕まっている。アクシズクレストが3キル獲得。ソウルは取ったがその代償あまりにも重い。3-1トレード。さあゲームエンドを見れそうだ。アジルはリコールできそう。でもセシャにはちょっと追いかけられてます、ね、過信によってフォレストはリコールができない。さあダッシャーはリコールしていますが、この状況3-1。ユージオのポークダメージもかなり出ている。いやただちょっとヘルスがタワーの CG が遅いか。テレポート、テレポート
あ、なんだこれ。いや、ダッシャーの体力かなり減っている。さあ、それめがけてアイノがフックを伸ばす。いや、しかしフラッシュが間に合った。ドーニングシャドウは足りない。ピースター復活から、そしてマーブル返してくる。二超走者フォレストがなんとぐるっと回ってこの位置まで。マーブル切る回収、まだゲームは続く。ダブルキル獲得、マーブルで返していきます。これ時間大丈夫か。エルダードラゴンもう15秒で湧きますけど、ね、これエルダードラゴンは福岡ソフトバンクホークスゲーム取れそうですよね。ちょっとデスタイマー長すぎますよね、アクシズクレスト。いや、ただフォレストのグレーシャルプリズムはソウルを捉えることはできなかった。いや、ただ単純に人数差ありますからね。ただ家臣とソウル引く気ないですか。いや、これは痛い。いや、マーブルの体力半分。これソウルを捕まえられないんじゃないか。テレポートを使う。これでなんとかですか。エビのテレポートです。いや、これでゾーニングしている間にエルダードラゴン取ってくれと。さあ、エビのカウンターストライク、スタンがソウルの動きを止めているぞ。ディープストライク上がったが、ソウルフラッシュアウト。しかしフラッシュでついていくエビタラ。勝ったのはソウル。家臣のカバーもありました。ただその間に、その間にエルダードラゴン獲得は福岡ソフトバンクホークスゲーミング倒しました。逆にこのタイミングは人数差があるので、アクセスクレストの方がバロンにタッチできますね。バロンとエルダーのトレードになりますか。ただこれトータルで見ると、はい、これバロンを取った方がエルダードラゴンの時間を無駄にできるというのもありますし、何より SHU としてはツインフィーダー取られてしまってネカンスむき出しの状態なので、当たりに行くと逆にエンドされてしまう危険性があるということで、このトレードはアクションプレッサー側がうまく使えそうですね。さあ、バロン獲得はアクシズクレスト踏ん張ってはいますが、福岡ソフトバンクホークスゲーミング苦しい状況は変わりないということですね。はい、いや、ビルドもプレイヤー各プレイヤー進んできています。ただ気になるのはやはりセナのスタックですよね。こうなるとそうですね、今130溜まってます。130ですか。さっきの射程を見てもちょっとルシアンではどうしようもないぐらいの射程差がありますね。ルシアンがダメージ出しに前に出る前に倒されちゃいますね。先に触れるのが100% ソウルの方ですかね。さあ、おっと、エビがすごい位置にいる。カシンにスタンを入れてますが、フォレストがそこにカバー。バーブルスライド、グレーシャルプレス入ったぞ。ちょっと送信、エルダードラゴンバフを生かしたい。ワシダイがボディブロックを入れていく。飛び込みを見せたエビですが、ここを対処するのはアクシズクレスト。さあ、続けてフォレストもノックアップから打ち取っていく。ダブルキルはソウル。エルダードラゴンバフを持ってしても足りません。カルマのダメージもとんでもないですけど、ソウルのダメージもまたとんでもないですね。あとは単純にインファーナルソウルのバフが効いてますね。さあ、2キル獲得からアクシズクレスト、これはミッドレーンでゲームエンド狙えるでしょう。太陽の円盤はありますが、さあ5対3だ。守れるか。ゆっくりとゆっくりと、まずは冷静にボットのインヒビターを破壊していく。あ、ただウェーブクリアができましたね、福岡ソフトバンクホークスゲーミング。なんとかデスタイマー復活まで間に合いましたね。もう一個バロンミニオンはあります。まだバロンバフはある。エルダーがそろそろ切れるタイミングでもある。さあ、ネクサス前にウェーブが来た。エビ復活。さあ、5対5になります。フックは反応してよけています。いや、いいダメージ、ここがソフトバンクホークスゲーミングが入れていって、ここはアクシズクレスト引きますか。いや、引きますか。まあ、エルタドラゴンキレイはしたんですけど、体力状況がもう芳しくないということで、はい、下がりましたね。守りきりました。ダッシャーがギリギリのところで救ってますね。さあ、トップのインナーターン狙いを変えてアクシズクレスト押していきます。テレポートを使いますか。アイノのテレポート、トップレーンのツインヒビタータワーを狙っていくことになるでしょう。すでにツインヒビタータワーは成功しています。睨み合っていれば他のウェーブはプッシュされていく。またしてもこのダメージ。さあ、スネアがフォレストに入った。ただエビが体を入れることでフォレストにフォーカスを合わせさせない。そしてフォレスト反転のちょっと送信だ。マーブルがなんとか隙間を塗ってダメージを出していく。ワシダイの体力をかなり削った。横からユージオのポークダメージ狙っていきますが、うまく回避しています。そしてネクサス前に到達したこのウェーブはエビが対処に当たれそうです。ステラックは発動させられましたけど、なんとか耐え切りましたね。本当になんとか耐えてます。ずっと首の皮一枚繋がっているというような状況で、
ただ次のエルタードラゴン、まあ、2分後ですから、まあ、お互いに待たしてもここでファイトをするのか、まあ、もしくはバックドアを狙うのかっていうところになってくるとは思うんですけど、現状でもちょっとアジールを止められるかどうか、セナを止められるかどうかっていう対決になってますね。いや、セナのラピッドファイアキャノンができましたね。ちょっとこれ射程が先にされるのが明らかにソウル側になってるので、いや痛すぎる、痛すぎるし、これはマーブル本当に前に出ない。さっきからね、やっぱアイノのアルティメットが綺麗にアジルに入ってるんですよね。それでダッシャーが殴れない時間がどうしても発生してきているのが、ダメージレスの差で大きく影響してきているので、アイノがまずアルティメット打てるかどうかっていうのは注目ですね。カシンがポジション隠してますね。ただ逆にエビも裏を取っている。裏取りの動きも素晴らしい。いや、魂の効果のダメージ、ダッシャーとフォレストに入ったぞ。さあ、ただ兵士を動かして、いったフォレストフラッシュイン、アイノにグレーシャルプレスが入っている。さあ合わせてエビのディープストライク、ソウルに組みついていくが、それをオールアウトでカバーしているわしない。さあ集団戦の形かなり広くなっています。ただエビが孤立しているぞ。カウンターストライクがギリギリソウルには届かない。ここもソウルが回答しきった。その間にユージオの狙いはネクサスだ。マーブルが止めに行きますが、これは間に合いません。ネクサスを破壊し、ゲームワン勝利したのはアクシズク。